業務用、ダブルデッキ CD レコーダー CD レコーダーとは、CD-R、RW ドライブを内蔵し、外部機器からのデジタル音声入力用の i イ e エブ端子、または S、PDIF 端子、アナログ音声入力用の ADC および音声、再生用の DAC を搭載した音響機器である。ディスクに音声を記録するフォーマットは CDDA である。CD-R や、 CD-RW に音声を記録することから CD-R、CD RW レコーダーとも呼ばれる。製品としては民生用と業務用に対別できる。このほか、パソコンを使わずに CD の音楽をスマートフォンやデジタルオーディオプレイヤーへ取り込める機器のことを CD レコーダーと称することがある。CD レコーダーの主な用途は音楽 CD からのコピーや ラジオ番組からのエアチェックである。これらを CD レコーダーで記録したものは CD、DA フォーマットで作成されるため一般的な CD プレイヤーで再生可能である。カセットテープや MD が専用のデッキがなければ再生できないのに対し CD レコーダーで作成した CDR はファイナライズにより特信号を書き込むことで一般的な音楽 CD と互換性が取れるため すでに CD プレイヤーを所有している環境であれば別途機器を用意することなく再生が可能である。ただし CDR は音楽 CD に比べて反射率が低いため一部の CD プレイヤーでは再生できない。また CDRW は特に反射率が低いため特別に対応を謳った機種でない限り再生不可である。DVD プレイヤーや削除プレイヤーの場合 DVD や作度とは、レーザーの波長が違うために、基本的には互換性がない。しかし CD-R 普及後に発売された機種では、波長の切り替えに対応しているものが多く再生が可能である場合が多い。なおこれらは PC で作成した CD-R、RW についても同じである。CD レコーダーの特徴として、CCCD からの録音が可能であるという点が挙げられる。 これは PC でのリッピングとは異なり、録音に際して通常の再生動作を行っているためで、いわば CD から MD への録音と原理は同じである。逆に、CCCD を CD レコーダーで再生する場合、PC のドライブと同じ動作をすることがあるため、再生できない場合がある。ほとんどのメーカーの CD レコーダーの場合、音楽用 CDR 以外のパソコンで使用する。 データ用 CD-R を挿入すると、エラー表示が出る。例えばパイオニアの場合、データ用 CD-R に録音しようとすると、商業用ディスクが入っているという意味のエラーが出る。音楽用 CD-R は発売当初こそ、データ用 CD-R に比べ需要が少なかったことも、あり、店頭では、陳列棚などの隅に追いやられていたりするか、または取り扱っていないこともあったが、 近年は大容量のフラッシュメモリー媒体や、後継ディスクメディアの普及、パソコンの標準構成から、高額ディスクドライブが外されつつあるなど、データ用 CD-R の需要は減退しており、かつ音楽用 CD、R メディアを、パソコンで、データ用 CD-R として使用しても特に問題は、ないため CD、R メディアは、音楽用の見取り扱いとする店舗も多い。 コンビニエンスストアなどでも扱いの有無は各店舗ごとの裁量で決められており、いずれにせよ入手には注意を要する。音楽用 CDRSCMS に準拠し、録音には専用の音楽用メディアを用いる。データ用の CDR、RW は使用できない。また2倍速以上の高速録音に対応している。機種は HCMS が適用される。製品は フルサイズの末置き型のほか、ミニコンポサイズのものや他のコンポーネントとの一体型のものが発売されている。音楽制作者向けに発売されている製品。そのため SCMS や HCMS といったコピー制限は適用されず、データ用の CD-R、RW も使用可能である。音楽制作者向けではあるが一般にも流通している。民生用。 CD レコーダー発売当初は MD デッキのように普及が期待されたもののその通りになったとは言い難い状況であるその原因として PC でも CDR を作成可能であるという点が挙げられる当時すでに CDR が普及した中での民生用 CD レコーダーはコピー制限がある割高な音楽用ディスクを使わざるを得ないという点で利便性に劣るものであった特に コピー制限の特徴としては、PC で音楽 CD から CDR にコピーした場合、元の音楽 CD と同じ条件でコピーできることに比べ、民生用 CD レコーダーで録音した音楽用 CDR にはコピー制限がかかるため、その音楽用 CDR から MD などのデジタルオーディオ機器への録音及び HDD、カーナビゲーションへのリッピングが不可能になることなどが、 上げられるそのためこうした孫ディスクを作成したい場合や、リッピングの際には結局は PC を利用することになる。カーナビで録音したい場合単に、ディスクイメージである ISO を抽出する、ディスクコピーではなく音楽用 CDR から、MP3 や WAV などに一度変換してから、音楽 CD を作成する必要がある。また、記録速度もシングルデッキでは当倍速。 ダブルデッキでも2倍あるいは4倍速という状況では、次々と高速化を果たす、PC 用ドライブとの差は大きく感じられるものであった。またほとんどの音楽用ディスクも音楽用を示す、フラグ以外は PC 用と同じであり、各社すでに高速用ディスクの生産へとシフトしていた。現状では、低速での書き込みに大きなメリットがなかったのも事実である。 カセットテープ MD デッキの代わりに CD レコーダーを搭載したミニコンポも数社から発売されたが、当然ながら CD の録音時間を超えるラジオ番組の留守中や就寝時のタイマー録音には対応できず、また当時としては未成熟な技術でもあったのでエラーなどの不具合も多く録音に失敗することもあり、カセットテープや MD よりも不便な点が見受けられた。特に、 カセットテープは録音オートリバースがあれば多少と切れば起こるが長時間録音は可能であり MD には付いていればモノラルか MDLP にて長時間録音機能がある。以上の点から CD-R、RW への音声の記録は PC を用いて行われることが一般的となっている。なお CD レコーダーはレコードや カセットテープなどの外部アナログ機器からのダビングとしての利用も期待されたが近年では PC に USB 接続して音声を取り込めるオーディオデバイスや付属してある編集ソフトにより CD レコーダーよりもダビングによる失敗のない周辺機器も普及している。しかし CD レコーダーは PC を使わずに使用できる手軽さがあり一定のシェアを得ているのは事実である。 特に業務用、CD レコーダーは利便性が高く、プロでなくとも購入するものは多い。ツタヤなど大手のレンタルビデオショップなどでは、店舗や返却場所は限られるが、ダブルデッキをレンタルできるサービスがある。当初は、ツタヤとパイオニアの CD レコーダーとのコラボレーションも行われ、パイオニアの CD レコーダー、ポータブル CD プレイヤーの魅力をアピールしていた。さらに近年では、 レコード、カセットプレイヤーなどの一体型コンポに CD レコーダーを搭載した製品も中国などのアジア系メーカーが続々と発売し思い出のアナログ音源を手軽に保存可能と歌う製品も存在し CD レコーダーの復元を図っているがこうした極端に安価な機器であっても録音できるディスクは音楽用 CDR に限られているまた後に TIAC からも 同様のコンセプトの機器を発売し、CD レコーダー一体機では、異例の再生テープセレクターまで搭載しているなど、凝っている。ありがとうございます。